南スーダンの歴史では、現南スーダン共和国領とその住民の歴史について述べる。南スーダンは2011年にスーダンから分離独立した。地理上、南スーダンはスーダン地域に全く含まれず、いわゆるサブサハラアフリカの一部にあたるが、現代の概念でいう東スーダンサバンナには含まれる。歴史上、 南スーダンがスーダンに含まれたのは19世紀にオスマン帝国のエジプト復興領が南へ拡張したためであり、その結果南スーダンは1885年から2011年まで、それぞれマフディー領スーダン、エイホコリ領スーダン、スーダン共和国の一部となった。南スーダンの住民は主に、 ナイルサハラ語族の言語を話すものであるが、ニジェールコンゴ語,語族の言語を話すものも少数ながら存在する。歴史上、原南スーダン領は、中央スーダン語派の言語を話す住民が大半を占めていたが、ナイロートも古くから存在する。14世紀頃に、キリスト教国のマクリアとアロディアが滅亡した以降、ナイロートがやがて主流を占めるようになった。ナイルジョゴア社の居住地。 約1500年まで南スーダンでは中央スーダン語派の言語を話す住民が大半を占めており、現代でもマディ族やモール族などが生き残っている。言語学上の証拠は、ディンカ族、シルク族、ルオ族などナイル諸語を話す民族が徐々に主流を占めるようになったことを指している。これらの民族はスッド湿地より各地へ移住したものであり、スッドでは 考古学上の証拠が少なくとも、前3000年には、異木による牧畜が行われたことを示していた。考古学上の証拠とナイロートの居住地にある、ドーム型の家屋はエジプト第25王朝までの、ヌビア王国の流星を示している、可能性がある。ナイロートが、スッと湿地から拡張したのは14世紀のことと、見られる。これは、キリスト教国のマクリアとアロディアの滅亡、及び、 アラブ人商人がスーダン中部にやってきたのと同じ時期であった。当時の南スーダン人がアラブ人からコブナシの牛の新種を手に入れた可能性もある。考古学者のロランド・オリバーによると、この時期はないロートの鉄器時代が始まった頃でもあり、これらはないロー,オートがやがて南スーダン地域で拡張した要因となった可能性がある。1800年頃の族、シク族、手り族、 フール族の王国16世紀になると、ナイル諸合和社の間で力をつけたのは、シルック族であった。シルック族は、伝説上の王ーニーカングの統治の下、領土を東の白ナイル下半まで拡大した。シルック族は、白ナイル川西岸を北のコスティまで支配下に置き、下半に小さな村を点在させつつ、牧畜、穀物栽培、漁業などの経済活動を行った。 このうち農業のシステムがとりわけ進んでいたため17世紀のシルク族領の人口密度はエジプトのナイルガー流域のそれと同程度にまで増長した一説によるとフンジ族はシルク族に圧迫されたため北へ移動してセンナールスルターン国を建国したという一方リンカ族はスットに泊まって異木経済を続けたリンカ族が 近隣の諸民族から保護さ、やや孤立した一方、シルク族は民族間の接触を保った。例えば、シルク族が白ナイル川の西岸を支配した一方、東岸はフンジ族のセンナールスルターン国が維持したため、両民族はたびたび争いを起こしていた。シルク族は戦闘用カヌーを使って遠くへ吸収することができたためナイル川を支配し、一方、フンジ族は 騎兵の常備軍がいたためサヘルの平原で主導権を握った。シルク族の民話によると、1630年頃に統治したオダック・オコロ王は、白ナイル川の交易路の支配をめぐって、センナールとの30年間の戦争に挑んだ。シルク族は、ダルフールスルターン国とテガリ王国と同盟したものの、テガリ王国が降伏したことで戦争は、フンジ族に、 有利な形で決着した。17世紀末、リン家族の一部族で、シルク族とフンジ族の国境で強大化したジエング族に対抗して、シルク族とフンジ族は同盟を締結した。時代が下るにつれて、シルク族の国で中央集権が進み、やがて権力はレフに集約された。シルク族の王のうち、最も特筆に値する王はおそらく首都オファショダに、 定めた、テュゴーオーで、アオー。同時期には、フンジ族の衰退も見られたためシルック族が、白ナイル川と、その交易路全体を支配下に置いた。シルック族の軍事力は川を制したことによる、ものであった。アザンデ族はナイロオーオートではなかったが、16世紀に、スーダン南部に移って、国を作り、地域大国と言えるほどの規模となった。アザンデ族は、現代の南スーダンでも、 人数で3位であり、主にマリディ、イッパ、ヤンビオ、ザラ、エゾ、タムボラ、ナジェロなど、現西エクアトリア州やバハルアルガザール地方の熱帯ウリン地帯に居住する。しかし、18世紀にアブンガラ族が侵入すると、アザンデ族は支配下に置かれ、19世紀末にイギリス人に征服されるまで、その支配は揺るがなかった。地理上の障害により、南部スーダンは、 イスラム教徒の信仰を免れ、社会、政治制度、文化、宗教などの伝統を保った結果となった。このうちリンカ族は、すっと出現に止まったため外界の影響が排除され、大規模な兵隊がなかったにもかかわらず安全に過ごした。これに比べると、シルク族、アザンレ族、バリ族は、近隣庶民族との争いが絶えなかった。1821年、 ムハンマド・アリアサ・エジプトの侵攻で、北のセンナール・スルターン国が崩壊した。北部スーダンの支配を固めた後、エジプト軍は南へ進軍した。1827年、アリー・クルシド・パシャ率いる軍勢が、銀カ族の領地を通過し、1830年には、ナイル川とソバト川の合流点へ遠征した。遠征のうち最も成功したのが、 サリムカブダ団帝徳による1839年から1842年の遠征であり、彼は白ナイル川を下って、現地場までたどり着いた。南スーダンの地域は独立以前の2度の内戦によって、広範囲の破壊を被り、基本的施設が全く整っていないという状況が続いた。内戦による死者は250万人以上に上り、 さらに500万人以上が国外へ逃亡して、いわゆる難民になった。エジプト軍は、城塞の建築と軍隊の駐留を試みたが、薬病と脱走兵の問題で諦めた。このため、エジプトのヘディーブは領有権を主張したが実態を伴わなかった。1851年、エジプト政府は諸外国の圧力で、 スーダン地域をヨーロッパ人商人と宣教師に解放することを余儀なくされた。ヨーロッパ人はスーダン地域が造毛の大量供給元になれることを発見したが、現地のバリ族がヨーロッパ人の売り物に全く興味を示さなかった。そのためヨーロッパ人商人は造毛の武力奪取を試みたが、コストに見合わず失敗に終わった。キリスト教宣教師も スーダンでの活動を開始、ローマカトリック教会は中央アフリカ大マキクを設立したが、19世紀初期にはその影響力が少なかった。アルズバイルラーママンスール、1889年作。スーダンでのエジプト支配が実態を伴わなかったため、商人たちがその権力の空白を埋めた。東部ではムハンマドア・フマドアル・アッカードが多くの領地を支配したが、 権力を握ったのは、バハル・アル・ガザール地方や、南スーダンを支配した、アルズ・バイル・ラ・アーマ・マンスールであった。アルズ・バイルは、ハルツーム出身の商人で支兵を募って南へ、進軍した。アルズ・バイルは、貿易地である同時に、要塞でもあった、ザリバを各地に設置し、現地の貿易を支配した。最も貴重な商品は、象下であった。それ以前の時代において、 スーダン人商人は増牙に高値をつけなかったが、エジプト支配機においては、アメリカやヨーロッパの中産階級が、ピアノやビリヤードボールを購入したため、増牙の需要が急上昇した。貿易の経営に、人手が必要なので、アルズバイルは、数多くの奴隷を捕まえ、すでに作り上げた、商人軍の他に、奴隷軍も作り上げた。ダルフール・スルターン国との貿易紛争により、 アルズバイルはダルフールに戦線1874年に勝利して最後のフール族スルターンであるイブラヒムを殺害した。エジプト副王イスマー・イール・パッシャはアルズバイルの権力に目を止め赤道州を設置して統治を植民地化しようとした。イスマー・イール・パッシャは1869年にイギリス人探検家サミュエル・ベーカーを雇って同地の統治を任し、 さらに兵士と大量の資金を提供したが、ベーカーはエジプトの支配を広げることができなかった。イスマー・イール・パシャはさらに商人のムハンメド・アルブラルイに、バハル・アルガザール総督の位を保証して、スーダンに派遣、アルズバイルを倒すよう命じた。しかしアルズバイルが逆襲して、アルブラルイを殺害、イスマー・イール・パシャは1873年に仕方なく、 アルズバイルを総督に任命した。イスマー・イール・パシャは引き続きアルズバイルと彼のエジプトから独立した権力基盤を脅威に感じ、イギリスの新聞もスレーバー・キングの特集が多く組まれた。1874年、チャールズ・ゴードンが赤道州総督に任命された。1877年、アルズバイルはダルフール総督の職を要求するためにカイロまで行ったが、 イスマー・イール・パシャは彼を軟禁した。機械に乗じてゴードンがアルズバイルの息子を撃破したことで、アルズバイルの支配はようやく終わった。この成功にもかかわらず、ゴードンのスーダン支配はうまくいかず、要塞周辺の支配しか確保できなかった。エジプトの赤道州は1889年に消滅した。当時の赤道州における重要な集落には、ラド、ゴンドコロ、ドゥフィレ、 バデライなどがあった。1947年、イギリスは、スーダン南部をウガンダと統合させようとしたが、ジュバ会議で否定され、代わりに、南北スーダンの統合が決定された。スーダンが独立する1年前の1955年に、第一次スーダン内戦が勃発した。これは、自治権を目的とするものであり、スーダン政府とアニアニア解放戦線の間で17年間、戦われた。 1971年、元スーダン軍中尉のジョセフラグがスーダンのゲリラ組織を自らの南スーダン解放運動の下で集結させたが、これは南部スーダンの分離主義運動が初めて統一された指組織を持ったものであった。また、南スーダン解放運動が初めて南部スーダン全体を代表し得た組織であったため、世界協会協議会や全アフリカ協会協議会の 朝廷もあり、交渉が一気に進み、1972年のアディス・アーベイは合意の締結と南部スーダン自治区の設立にこぎつけた。1983年、スーダン大統領モハメド・アン・ルメイリがシャリーヤを導入して、スーダンがイスラム国家たることを宣言、ヒースラムが大半を占める南部地域もこれに含まれた。 さらに先のアディス・アベバ合意で設立された南部スーダン自治区も同年6月5日に廃止された。これに対しジョン・アランがスーダン人民解放軍、スーダン人民解放運動を組織、ここに第二次スーダン内戦が勃発した。政府側の工作で民族問題を挙げて SPLAM を離脱した組織もいくつかおり、そのうち最大のものが1991年に 分離したリエック・マチャル率いるナシル派であった。この内下場とも言える様相により、南部出身の住民は北部出身の人々に殺されたものより、同じく南部出身の人々に殺されたものの方が多かった。例えば、1991年に起きたボル虐殺では、平民約2000名がナシル派と武装したヌエル族の者により殺害され、 さらに約2万5千人が虐殺を原因とする基金で死亡した。この戦争は22年間続き、2005年にようやく終戦し、アフリカにおいて最も長い内戦となった。2005年、南北包括和平合意が政府間開発機構とそのパートナー国諸国による調停でナイロビにて成立、南部スーダン自治区が再び設立された。この合意は2011年に、 南スーダンが独立を宣言するまで続いた。南スーダン共和国の国旗南スーダン独立祝典における南スーダン軍の将軍たち、南スーダン独立祝典における女性の一人2011年1月9日から15日まで南部スーダンの住民たちはスーダンから分離独立すべきかについて投票した。1月30日に開票した結果は98.83%が 独立に賛成した。2011年7月9日の真夜中、南部スーダンは南スーダン共和国という名前の独立国になった。同14日、南スーダンは国際連合の193番目の加盟国になった。また28日にはアフリカ連合の54番目の加盟国になった。しかし、スーダンとの間には紛争が残っている。例えば、 両スーダンの石油による収入のうち80%は南スーダン領からのものであり、その収入の分配によっては、両国の経済発展に大きく寄与するものとなる。さらにアビエの帰属問題も残っており、スーダンか南スーダンかという選択はアビエ住民投票で決定される予定であるが、この住民投票はまだ行われていない。2011年6月6日、7月9日に、 予定された独立に先立ち、北スーダンと南スーダン軍の間に武装紛争が発生した。その後、両軍の間でアビエーから撤退するという合意がなされた。6月下旬までに国際連合などがエチオピア人兵士4200名をアビエーで平和維持軍として駐留させることを提案した。2012年3月、スーダン空軍が スーダンの南コレドファン州に隣接する南スーダンのユニティ州を砲撃した。南スーダン軍は4月10日にヘグリグ油田を占領したことで応酬した。スーダン軍が反撃に転じたことで、南スーダン軍は9日後に撤退を余儀なくされた。4月20日、南スーダンはヘグリグからの段階的な撤退を発表。一方スーダンは武力で奪い返したと発表した。その後、 スーダンのオマル・アル・バシール大統領は、ハルツームで勝利を祝う集会を行った。4月22日、スーダン軍が戦車と大砲の援護をもとに攻撃を3度も行い、南スーダン領2 0トルも侵入した。この攻撃で少なくとも、南スーダン軍は少なくとも、死者1名、負傷2名の損害を出した。6月、アフリカ連合のタボムべきによる調停で、 両国間の交渉が再開された。9月27日、エチオピアのアディスアベバにおいて、スーダン大統領、オマルアルバシールと、南スーダン大統領サルバ、キールマヤルディが発見の合意に署名した。これにより、石油の輸出が再開され、両国の国境2 0トルの非軍事地帯を設立した。石油の輸出が再開したことで5600万リットルもの、 南スーダンの石油が世界市場に戻ることができた。さらに、合意には国境線策定の範囲、経済協力、住民保護などの条項も盛り込まれた。いくつかの問題は先送りされたが、後日改めて討議するとした。同日に行われた第67回国際連合総会における議論では、南スーダン代表が演説する予定であり、 登壇した南スーダン副大統領、リエック・マチャルは合意の内容に触れるとともに、アビエ問題の解決案がなかったことを指摘した。2013年3月中旬、両国軍は国境地帯から撤退して、非軍事地帯を形成し、南スーダンの石油生産とスーダンを経由する輸出が再開された。4月上旬には、 南スーダン産の石油が再びスーダンのパイプラインを通るようになった。スーダン大統領のオマル・アルバシールは、スーダン経由の輸出を禁止すると脅したが、南スーダン大統領のサルバ・キールマ・ヤルディは、アルバシールが戦争動員を行っていると疑い、石油運輸の問題で戦争を起こさないとした。独立時点では、南スーダンは少なくとも7つの武装組織と戦争状態にいた。 国際連合によると、これらの紛争は、南スーダン10州の内九州に影響を与え、数万人が逃亡する結果となったという、ジョゼフ・コニーの神の抵抗軍も南スーダンを含む広範囲で活動していた。反乱軍は、政府が永遠に権力を保持しようと目論み、すべての種族を等しく代表しておらず、農村の発展を無視していると疑った。 南スーダン大統領サルバ、キール・マヤルディによると、2013年12月14日に、スーダン人民解放軍のうち一部が、リエック・マチャル元副大統領を支持して、クーデターを起こそうとし、それが失敗に終わったという。しかし、戦闘が勃発して、南スーダン内戦を引き起こした。マチャルは、クーデター計画を否認して逃亡、マヤルディに辞任するよう呼びかけた。マヤルディ側は、 ウガンダ人部隊を戦闘に投入した。また、当時国際連合は、国際連合南スーダン派遣団を当地に派遣していた。そして、2014年1月に一度目の停戦協定が締結されたが、戦闘は継続し、その後も停戦協定が数度締結されつつ、戦火が静まることはなかった。交渉の調停役は、イガドが務めた。2015年8月に、 妥協平和協議と呼ばれた停戦協定が締結されると、マチャルは2016年4月に首都ジュバに戻って副大統領に就任した。しかし、7月にジュバで戦闘が再燃、マチャルは更迭された。彼はスーダニへ逃亡、内戦が再び勃発した。リン家族とヌエル族の間の対立も内戦の一因であった。内戦により平民三十万が殺され、 また2014年ベンティーユ虐殺などの事件も起こった。南スーダンの人口は1200万ほどだったが、うち200万は国内での逃亡を、100万はケニア、スーダン、ウガンダなど国外への逃亡を余儀なくされた。ありがとうございます。